ありがとう。ほんと。じゃあ評価を発表するわよ。お見事、素晴らしいわ。文句のつけようがないわね。おめでとう。これで二人とも B ランクに昇級よ。はい、お父さんは一足遅かったか。錬金術ずいぶん上手くなったんだな。うん、私たちの勝ちだよ。だからお父さん、約束通りアトリエに帰ってきて。その前にどうして急にいなくなったのか、なんでこんなことをしたのか全部話してもらうから。私たちがどれだけ心配したか、お父さん分かってる？喉が枯れて声が出なくなるまで話聞いてやるんだから、覚悟してよね。リディ、スー、ああ俺が悪かった。心配かけて本当にごめん。二人ともオネットの墓まで来てくれ。そこで話をしよう。私たちも行こう、お母さんのお墓に。昔の俺は錬金術の腕に自信を持ってた。子供の頃から勉強して、若くして公認試験にも受かった。オネットと一緒になってお前たちが生まれて、このメルベイユに戻ってきて、みんなで国一番のアトリエになるって約束もした。絶対に叶えられるって信じて疑わなかった。でも守れなかったな。俺は自信を持ってた錬金術でオネットのことを救えなかった。それ以来ダメなんだよ。本気で調合しようとするとあの時のことが頭をよぎって
手が震えちまう。なんとか錬金術を続けようといろいろ試したんだが、半分ふざけた変なもんしか作れなくてな。その結果生まれたのがお前たちの知ってるヘッポコロジェってわけだ。そうだったんだ。ああ、こんなことをした理由はな、自分が情けなくなったからだ。どんどん成長していくお前たちと、いつまでたってもうじうじしてる俺、差は開く一方。このままじゃいけないって焦って、意地になって、それで思いついたのがお前たちとの勝負だ。勝って親父の面目役所と行きたかったんだが、なんとか手の震えを抑えた程度じゃ無理だったな。お前たちはもう錬金術師として一人前だ。頼む、俺の代わりにあいつとの約束を、国一番のアトリエになるって約束を果たしてやってくれ。やだ、嫌だよそんなの。スー、私もお断り。私たちがお母さんと約束したのは、家族みんなで国一番のアトリエになること。私とスーちゃんとお父さん、家族みんなで国一番にならなきゃ意味がないの。だから代わりになんて言わないで、お父さんも一緒に国一番を目指そうよ。俺には無理だ。俺には約束なんて守れない。国一番のアトリエになること、家族みんなで絵の中を旅すること、そして何より幸せにしているってこと。何一つあいつとの約束は守ってやれなかったんだから。ううん、お母さん言ってたよ、お父さんは最後には絶対約束を守ってくれる人だって。だが俺は、お父さん地下室に来て。いい、地下室だからね。絶対地下室。ああ、分かった。華麗な跳躍。さて行き先は。呼びません。バッチリ勝利してきたからね。本当ですか？やりましたね、二人とも。ということは、もう家に帰っても？うん。ごめんね、お父さんが迷惑かけて。少しの間だったけど、一緒に暮らせて楽しかったよ。ルーシャのご飯とっても美味しかった。よければまた今度泊まりに来てよ。考えておいてあげます。それではお世話になりました。騒がしかったルーシャがいなくなるとちょっと寂しいような。そうだね。でもルーちゃんのことだもん、きっとまたすぐに遊びに来てくれるよ。うん、さてと、そろそろ地下室に行くとしますかね。
来た来た。早速なんだけど、ここの扉開けてくれる？ああ、構わないが。相変わらず綺麗な絵。これってお父さんが描いたんだよね？ああ。ダイは天界の花園。オネットを喜ばせるために描き始めた絵だ。まあ結局あいつへの手向けの絵になっちまったかな。ねえお父さん、お父さんが本当に何も約束を守れなかったかどうか、お母さんに直接確かめに行こうよ。オネットに？どういうことだ？多分この絵の中にはお母さんがいる。お母さんの残留思念が今も絵の中で暮らしてる。私たちエテルネピカでお母さんと会ったんだ。あれは過去の像なんかじゃなかった。だからお父さん、私たちと一緒にお母さんに会いに行こう。いや、前にも言ったが、この絵は不思議な絵なんかじゃない。確かにネージの絵の具を使って描いてはいるが、この絵の中に世界なんてできちゃいないんだ。そんなことないよ。ほら、今から見せてあげるから。あれ、あれ、前は確かに入れたのに。だからその絵の中に入るなんて無理なんだ。悪いことは言わん。諦めて。やる前から無理って諦めない。絵の世界に入れないのってよくあることなんだ。絵の中に入るためにはやるべきことがあるの。不思議な絵を旅してたならきっとお父さんも知ってるよね。まさか修復？いや、しかしまずは試してみようよ。試してダメならまた別の方法を探してみればいいじゃない。私はお母さんにまた会いたい。きっとお父さんもそうでしょ。だったら会いに行こうよ。家族みんなでこの絵の中に。お前たち、こらこら、やる前から無理って諦めない。人は生きてる限り諦めちゃダメなんだから。やる前から無理って諦めない。そうか、そうだよな。創作意欲が湧いてきたぞ。レディ、ツー、明治の絵の具の調達を頼む。その間に俺はイメージを膨らませておく。今回の修復は俺に任せてくれ。それでこそお父さんだよ。わかった、バッチリ作ってくるね。すっごい絵の具届けるから。ちょっとだけ待っててね。あ、ビビッときた。はいはい、俺サボります。日向ぼっこしていきます。
ちゃんの独断じゃん。スーちゃん会心の一品。